カツサ DNA 研究所の平川です。私の方はからは現在カツサ DNA 研究所と大阪大学の方で構築しております植物ゲノム統合ポータルサイトプラントガーデンについてご紹介いたします。で、我々その JST のプロジェクトのもと、統合化推進プロジェクトのプロジェクトのもと、2011年から PGDBJ と呼ばれるデータベースを作っております。でこのデータベースは、植物のオルソログと、DNA マーカーと、あとリソースに関する情報、データベースです。でその後、次世代シーケンサーが普及されてきまして、で新たな植物種で、全ゲノム情報が次々と公開されてきています。でそれによって、品種間や変異株が持つゲノムワイドな多型情報を迅速そして安価に収集することができるようになっています。で、今後、これによって1週間での、ゲノム情報の比較や、増え続けるそのゲノム情報を、統合するといったことや、品種や、系統などの、個体のゲノム解析による多型種と、ハプロタイプの検出と、こういったことが重要になってくると思われます。そこで今年度から我々はこの NGS に対応してさらにまたユーザーが持っているデータをここに投げると解析してくれるというようなプログラムを開発し、またこういったそのこれまでに蓄積しているデータについても公開するといったようなプラントガーデンというものを現在構築しております。で今回このプラントガーデンにつきまして目的としましてはユーザーがより有益なゲノム情報を効率よく取得できるようにすると取得できるようにするということを目的としています。で本発表では大きく4つの内容についてお話しします。で1つはプラントガーデンの構築と2つ目はゲノム情報をブラウザーに集約するということ、そして3つ目は種を超えたゲノム情報の統合のためのデータリンクを構築するということ、そして4つ目は解析ツール群の開発提供についてです。でまず1つ目ですが、プラントガーデンの構築についてですが、プラントガーデンの構築ではゲノムやトランスクリプトムやプロテオムといったようなオミックス情報に加えて DNA マーカーや変異形質などの情報を公開すると、でまた国内外のさまざまな植物ゲノム関連のデータベースを統合して、横断検索できるようなシステムというものを作っています。でこれはトップページでありまして、現在ゲノム配列が解読されている、360種類以上を、ここから検索できるようにするということを、目的としています。でそのうち、ゲノムが完全に解読、ほぼ完全に解読されたシュートモルキュールのものが、約90種類、あります。で現在このプラントガーデンは構築中でありまして、今年度の末にベータ版を公開する予定であります。でこの植物種をトップページからクリックしますと、これはミヤコグサというそのマメ科のモデル植物についての例なんですが、ミヤコグサについての基本情報、タキスノミー情報とか、あとそのミヤコグサのゲノム配列のバージョンをここで管理しておりまして、バージョンを選択して内容を見ることができるようになっています。またメタボロミクスやタンパク質といった他のデータベースに対するリンクもあります。また検索システムとしましては DNA マーカー、SSR マーカーとかいったような DNA マーカーや、あと配列変異連鎖地図といったようなものを検索すると、また病害抵抗性とか粘性などの形質との関連についての検索をするということができるようになっています。また解析、後ほど申しますが解析ツールをここから実行することができますし、またこのプラントガーデンに登録されているミヤコグサのデータの一覧を見ることができるようにもなっています。またこれまでに構築してきましたこの PGDBJ へのリンクというのも貼っています。また植物種によっていろいろなデータベースがありますので、それらのデータベースに対するリンク集というものも作っております。でこれは2つ目で、ゲノム情報を、ゲノムブラウザーに集約させるということを行っておりまして、目的としましてはこの品種間でゲノムワイドをこのゲノムブラウザー上で比較することができるというようなシステムを作るということです。でこれによって、遺伝子と多型との関係性を、見やすくするといったことを行っております。
で、この、ゲノムブラウザはこの J ブラウズというのを使っておりまして、この J ブラウズに、ゲノム解読された、ゲノム情報、ゲノム配列や遺伝子配列、それと、PGDBJ で、キュレートしてきました DNA マーカーや QTL 情報、そして NCBI の SRA で公開されています、さまざまなその品種の、ゲノムワイドな多系情報を、この J ブラウズに格納するということを行っております。でまた、文献から、有用な遺伝子に関する、キュレーションや、DNA マーカー QTL に関しても、キュレーションを行っておりまして、そういった情報もここに、掲載するということを行っております。またスニップにつきましては、そのスニップがどういった遺伝子の機能に影響を及ぼすかということも閲覧できるようになっております。で対象とする植物種ですが、カルサ DNA 研究所で解読した15種類と、外部の研究機関で解読されたこういった植物種を対象に進めております。いずれも重要な植物種でありまして、主に野菜や果実といったようなものになります。で、いろいろな学会に展示を出しておりまして、ユーザーの希望を聞いたりして、その植物種を新たに追加したり、データ更新を行っております。で3つ目は種を超えたこのデータのリンクの構築でありますが、このデータリンクは遺伝子のアミノ酸配列の類似性と、その遺伝子のそのゲノム配列上の位置情報をもとに遺伝子間をつなぐということを行うための基盤をこの課題では構築しております。これは大阪大学が実施している内容になります。でデータリンクの基盤を作るために、まずそのこれらの27種類の植物種についてアミノ酸配列間の相当性を調べてクラスタリングを行ってデータベース化します。また遺伝子のその位置情報につきましては、ゲノムの位置情報に基づいて位置情報の情報も加えるということも行っています。でまた今後植物種がどんどん増えていきますので、新たな植物種が追加されたときにどうその遺伝子をクラスターの中に組み込んでいくかといったようなアルゴリズムというものも開発しております。で4つ目は解析ツール群の開発提供でありまして、でこのプラントガーデンはさまざまなデータを見ることもできますが、ユーザーがそのデータを投げて解析するということもできるようにしております。でさまざまなツールをここから公開しようと考えておりまして、でユーザーがデータを投げて、さらにそのデータベースに格納されているデータとの比較ということも可能にするということを現在目指しております。でこういったそのページが画面がありまして、でこういったそのプログラムをここからプラントガーデンから実行できるようにしようと考えております。で一つはスニップに関する検出やビューワーであったり、あと高速アノテーション、アノテーションをもう非常に速くするということや、あとはジェノミックセレクションやタスク解析、こういったものを行うことができるようにしています。で今のところこのスニップ検出と高速アノテーションについて開発を進めております。でスニップ検出ではユーザーが配列、これとイルミナのファスト Q のファイルをここからアップロードすると、トリミングとかアダプター除去といった配列の精査をしてくれて、マッピングしてその結果をユーザーに返す、メールで返すというようなシステムを作っております。これはすでにもう公開しております。あとはハプロタイプ検出としましては、多系のデータをアップロードしてリファレンスを指定してあげると、こういったその LD ブロックというのを調べてその結果をダウンロードすることができるというようなシステムを現在作り込んでおります。これは高速なアノテーションを行うという早いアノテーションプラントというものなんですが、こういったその画面が出てきまして、で配列、遺伝子の配列をアップロードしてあげると、こういったそのアノテーションをこのユニプロット KB に対しましてサーチをかけて、こういった表が出てくると。またブラス GO 解析の結果も出してくれると。またパラメーターも設定することができると。でこの早いアノテーションは今この GitHub で公開しています。で今このスニップ解析のデモユーザーを募集しておりまして、ここにメールをいただければこのシステムをスニップ解析のシステムを使うことができるようになっています。で今年度末にもプラントガーデンの構築を目指しておりまして、バイオ DB の8という展示で現在行っております。以上です。